はい、こちらこれね、視聴者さんからいただいたものなんですけども、ごっついんですよね。結構しっかりしてるんですね。これで今日遊びたいと思います。このタイプのおもちゃはね、遊んだことが多分ないと思うんで、おそらく初めてですね。どんな反応になるんでしょうか。爪研ぎ入ってんじゃんこれ。うちね、もうずっと一番最初からこれ爪研ぎタワーって使ってますけど、これすごいおすすめなんでね、ぜひ使ってみてください。概要欄に載っております。すごい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 。この中にもなんかね、ボールが入ってるんだよね。上にもこういうのがあって、でこれで遊ぶって感じですね。はい、ちゃちゃが、ちゃちゃが、ちゃちゃがすごい混乱してる。ちゃちゃが混乱してる。遊ばんのお前。おい、よいしょー。はい、できました。完成。絶対楽しい。ちょっとメルフェンチックな感じですけどね。おお、すごいすごい。早いよ早いよ。やっとここでマロン選手も参加しました。こういう本当に送っていただけるのが本当嬉しいんですけど、やっぱり置く場所っていうのは困ってくるんで、猫部屋作りたいですよね。無理だけどね。そんな部屋広くないからね。うち 1LDK ですから。うん。なかなか作れないですけど、そういうのは。猫部屋が欲しい。飼い主さんはね、思ってるかもしんない。特に多頭飼いしてる飼い主さんは。猫部屋が欲しいって。ね。猫部屋作っちゃうと逆に自分がそっち行かないと会えないから、いつもこうリビングにいるじゃないですか、自分は。だからそういうのが難しいですけど。ね、おもちゃ増えると、なかなかこう、インテリア的には難しいしね。楽しいね。楽しいね。下にね、気づいてほしい。マロン君、マロン君。このほつれに、ほつれをちょっと気にしてますけど。さあ、下に気づいてほしい。引っかかっとる、引っかかっとる。右手、マロン君、右手引っかかっとる、引っかかっとる。マロン君、右手がね、これ他の、これ取ってから、他のやつで遊べや。引っかかってもらったな。お、ちょちょが上に気づきました。上には行かないんでね。上には行かないんですね。下にね、気づいてほしいんだよね。上も登れるんだけど、そこで爪研ぎできちゃうっていうのがポイントだよね。結構だから用途が多いっていうのがこのおもちゃのポイントなんじゃないでしょうか。チャチー、チャチー、手が抜けなくなってまた、おめえ。よいしょ、よいしょ。いやー、やばいやばい、痛い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 、よいしょ、あー、抜けた抜けた。あー、マロンくんがこのおもちゃの段ボールに入ってしまいました。もう怖いことやってねえよお前、出てこや。大丈夫大丈夫。お、左手突っ込んだ。あ、右手突っ込んだ。マロンくんは、見とるだけでいいのおめえ。マロン、見とるだけでいいの。珍しいな。こういうのに関してはね、マロンくんの方が、すごい活発に遊ぶような印象があったんですけど。はい。ということで、これいただいたね、おもちゃで遊んでみました。あっちの方に、これから置いとこうかなっていう感じですね。はい。ということで、結構気に入ったみたいで、何よりでございます。